コント瀕死の友人お高槻、お前何やってんだよ、お前死ぬなよ、生きろよなあ、お前もったいねえよ、お前せっかくユーキャンで資格取ったんだろなあ、それでお前言ってたじゃねえかよ、やっと落ち着く美容室が見つかったってなあ、死ぬなよ、お前来週初めて鶴とんたん行くんだろなあ、お前今死んだらもったいねえって、お前明日から11連休なんだろなあ、お前この11連休作るために45連休もしたんだろ、高槻死ぬなよ、今ワンワン無料だぞなあ、お前来週初めて鶴とんたん行くんだろなあ、高槻来週の金曜ロードショートトロだぞなあ、お前今死んだらダメだって、お前明日、お前はあの通販で頼んでた楽しみにしてたやつ明日届くんだろなあ、ディズニーの限定ペアウォッチ届くんだろ高槻で、お前来週初めて鶴とんたん行くんだろなあ、お前3週間前から予約してたじゃねえかよ、あそこそんな予約いらねえぞ高槻、お前本当にこれでいいのかよ高槻、お前本当に二段階右折に失敗して死んでそれでいいのかよ高槻お前大丈夫か、あのさ、うん、お前が引いたんじゃん、ごめん、どうもありがとうございました、じゃあありがとうございました、じゃあ